皆さんこんにちは。今回は大人気1週間の密着シリーズで北欧田舎暮らし夫婦のお金事情を大公開。スーパーで買った購入品から夫の月給にカフェやレストランの外食までリアルな支出から見える日本とスウェーデンの物価の違いとは？驚きの生活費検証結果にもご注目です。よかったらぜひ最後までご覧ください。改めましてこんにちは。犬と私と北欧暮らしの夏子です。今まで私のチャンネルではスーパー動画で物価をお見せしたり YouTube の収益動画などお金に関する動画作ってきたんですが、収入と支出どちらも教えてほしいという声も多かったので、今回は実際に1週間の生活費や毎月かかってくるコストなんかもお話ししながら、スウェーデン人の夫のヨハンの月給、そして夫婦としての世帯収入なんかもお話ししたいなと思っています。それではまず週に1回のお買い物の日からスタートしたいと思います。ということで買い物にやってきました。まずはドッグフードを買いたいと思います。今日は4時まで空いてるんだって。私たちは週に一度まとめて食材や日用品などを買う日を設けていて、今回はドッグフードが切れる時だったので、まずは一番最初に閉まってしまうこちらのペットショップにお邪魔しています。ちなみに私たちは大型犬を飼っているので、そちらも気になる方はぜひ他の動画もご覧ください。いろいろあるね。あれにする？キャリアスーパープレミアム。スーパープレミアム。スウェーデンのペットショップにはこんな感じのスナックバーと呼ばれるものがあるんですが、日本でも同じ感じのおやつって売ってあったりしますか？私たちは普段は買わないんですが、誕生日など特別な日に買ったりしています。ということで早速お支払い。今回は私がお財布を忘れちゃったのでヨハンが支払ってくれました。じゃーん今日は15キロのはい、ドッグフード買いました。値段は619クローナなので9000円いかないぐらいです。前まで食べてたやつが超高くなっちゃったので最近これに変えました。キャリアってやつだね。はい、では次はちょっとDIY するためにちょっとね DIY ショップみたいなところに行きたいと思います。毎年夏になると欠かせないのがおうちの DIY。今年は6月頃から本格始動できるようにその準備にやってきました。ちょうど1年前にゲストルームを作った時は部屋全体をペンキで塗るという方法で大成功だったんですが、今回はまた違った方法で挑戦しようかなと思っていて、まずはベースとなる壁紙を選んでいます。 It's not too loud. It's just nice texture. Yeah. It's not too plain. 寝室の壁紙を貼り直そうと思っていて、3面はこの落ち着いたベージュ色、そして残り1面を違った色合いやデザインの壁紙を選ぼうかなと思っているんですが、皆さんが考える北欧っぽい寝室ってどんな感じですか？ DIY って決めるのにすごく迷っちゃうので、よかったら皆さんの意見コメントでお待ちしています。 It feels good. ね、買うのは決まったんだけど今在庫がないということで、今回お金は払わなかったんですが、1ロール4200円で4つ買う予定なので1万と6800円になりそうです。そして続いてやってきたのはスウェーデンのカフェチェーン店のエスプレッソハウスです。わー美味しそう。へー、わークロワッサンも美味しそう。どうしようかな。いつも甘い系かサンドイッチみたいなお食事系かで迷うんですが、お会計の合計は2人で2500円、私が頼んだお食事系のクロワッサンが690円、平らてのSサイズも同じ価格で、ヨハンのコーヒーが520円にピーカンを使ったキャラメルロールが590円だったんですが、皆さんの感覚的にいかがですか？おいしい。そう。Yeah, wow. It looks so sweet and nice. Is it salty? No, it's just very sweet. いただきます。どう？美味しい？美味しい。動画の中でもう一軒違うカフェに行くので、このチェーン店とローカルのカフェでは値段がどれぐらい変わるのかも後でチェックしたいと思います。
これから1週間分の買い物していきたいと思います。スウェーデンで格安スーパーと呼ばれているウィリースというスーパーにお邪魔します。卵コーナーに卵がありません。ゼロゼロ。びっくり。まあエコロジカル買おうと思ってたけど、最初から売ってる卵の種類が少ない。うん、これは私たちが今回買うのは10個入りで40クローナ、500、600円ぐらいか。この日もセルフスキャナーを使ったので無人レジでパパッとお会計を済ませます。そして気になるお会計はということで、1週間分の買い物が終わって1万と6000円でした。いつもとまあ大体同じぐらいかな。これ以上安くなることは滅多にありません。何を購入したかは家に帰って一つ一つ皆さんにお見せしたいと思います。ただーん、はい、今帰ってまいりました。これから一つずつ値段を発表しながら皆さんに物価みたいなのを見てもらいたいなと思うんですが、ちょっと時間短縮のために、画面に日本円を書いていきたいと思います。ということで、まずこの中でちょっと冷凍食品コーナーからゲットしてきたのがこちらです。4つで95クローナとかで、私が選んだのがじゃじゃん、モッツァレラと、トマトのパイ、そしてこっちがベーコンとブロッコリーパイを選びました。で、ヨハンが選んだのがチーズとハムのパイです。食べずしてる人いる。次、冷蔵コーナー紹介するんですけど、今日スーパー日曜日だったんですけど、ストックが全然ないのか、私たちがいつも買ってる地元の 1.75 リットルの牛乳がなかったので、今回はスウェーデン全国で買えるこちらの牛乳をゲットしました。1つ 18.5 クローナでした。じゃあ次、私が大好きなこのギリシャヨーグルトを買ってきました。ヨーグルトは多分スウェーデン安いかなって私は思っていて、普通のヨーグルトよりかはちょっとだけ高くて 25.9 クローナです。ヨハンが試しに買ってたのがこちらレモネードです。レモネードがね、多分ちょっと安くなってて、割引が3クローナあって 24.9 クローナでした。ジュース結構高いんですよね。チーズコーナーからゲットしてきたのがじゃじゃん、こちらのザ・チーズって感じのチーズ。こちらでは結構1キロ単位の量り売りっていう感じなので、1キロで買うと105クローナで、これ自体が 700g なので、これ自体が73クローナでした。じゃん、コーヒーです。コーヒーはこれは安くなってたので買ったんですけど、普段であればこれ1つで59クローナするんですけど、これ2つ買ったら69クロナになるっていう割引があったので今回2つ買いました。じゃ次はこちらの野菜を紹介します。野菜は量り売りで買うこともできるし、ネットに入ってるものを買うこともできるんですけど、玉ねぎは1キロ 13.9 クロナだったんですけど、4つ買って776グラムだったので 10.79 クロナでした。で、それと同じ感じで大根もこれもね、量り売りなんです。日本の大根に比べたらすごいちっちゃいんですけど、1キロで 24.9 クロナなんですけど、量り売りでこれ自体が 430g なので 10.71 クロナでした。白菜も量り売りです。白菜のお値段が1キロ 32.9 クロナなんですけど、これ自体が 600g で 19.81 クロナでした。白菜と大根に関しては昔あんまりたくさんなくて、最近出始めるようになってるので、それが嬉しくてやっぱり買っちゃいます。じゃーん、サラダ買いました。こちらが20クローナでこちらが16クローナっていう感じです。これは普通にレタスが入ってて、これはベイビーリーフとかと、あとラディッシュが入っています。じゃあ次、トマト。トマトこんな感じで売られてて、これが 250g なんですけど 15.9 クローナです。日本と比べると高いですかね、安いですかね。
ぜひコメント欄で教えてください。で、あ、そうそう、今回はスペイン産かスウェーデン産で分かれてたんですけど、私はスウェーデン産のキュウリを買いました。これは1本で 15.9 クローナ。ちょうど今ね、グリルが始まる時期、バーベキューをみんなし始める時期なので、こちらのコーン2つが40クローナっていうセールになってたので買ってきました。次はパスタです。こちらのパスタは普段は1キロで 22.9 クローナなんですけど、3クローナ割引されていて 19.9 クローナでした。なので今回は2つ買っています。これが私たちのこの前の結婚記念日デートでもご紹介したんですけど、お肉に合うソースです。バーベキューソースが1つ 22.9 クローナで、2個買うと 5.8 クローナ安くなるっていう割引がされていました。これに合わせて食べるのが、じゃじゃん、こちらのお肉です。今回は結構大きめのこちらを買ってきました。豚肉の、多分骨付きって書いてあるから骨はちょっと取り除かなきゃいけないんですけど、骨付き肉、これ自体が 1.6 キロで、普段だと1キロで100クローナぐらいなんですけど、今回は70クローナだったので113クローナでした。で、お肉系で言ったら、あとはベーコン、普通 の、 あの薄いベーコンの他にもこんな感じでダイス型のベーコンもあって、これはパンケーキに入れて食べようかなと思っています。こちらのベーコンは 140g 入っていて 18.5 クローナでした。こちらがポケ丼に使おうと思って買ったスモークサーモンになります。こちらのお値段が 54.9 クローナでした。だからあんまり安くはないんですけど、せっかく買ったので美味しく食べたいなと思います。ちょっと冷蔵のものを今冷蔵庫に入れてきたんですけど、他に冷蔵のものといえば、じゃん、このチノプリン、ブラッドプリンっていうのをよく食べたりします。結構甘みがあって、なんか日本の人食べるとギョッとする味なんですけど、私は慣れたのでもう食べれるようになりました。これは 500g 入って 9.9 クローナなので、この中で一番安いかも。で、私たちはこれを結構刻んでオーブンに入れて、このちっちゃくなったものを犬のキャンディーとして、あのトレーニング用のキャンディーとして持ったりするので、人間用なのか犬用なのかどっちかで買ってもらいました。これブレックファースト用でこうやって売ってるチーズがあって、ベーコンチーズっていうソフトチーズです。 38.9 クローナでした。で、こっちはキャビアって書いてあるんですけど、タラの魚卵の食べ物で、これはよくパンの上に乗せたり、あと卵の上、ゆで卵の上に乗せて食べたりします。こちらが 26.9 クロノです。なんかキャビアの種類結構いろいろあるんですけど、私のお気に入りがこちらです。ハンバーガー用のパン4つなんですけど、こちらが 19.9 クロノです。これも朝ごはん用のパンで、すごくね、甘くて美味しいんですけど、 900g 24個入って 32.9 クロノでした。今まで動画の中でハードブレッドってお伝えしてたんですけど、ハードブレッドじゃなくてクリスプブレッドっていうのが正しいらしくて、ごま塩味っていうのがあるので、よくこれを買っています。で、これが 25.9 クロノでした。で、これからね、あのフムスを作りたいなと思ってて、それと一緒に食べたいなと思って買ったのが、このサワードーのパンです。で、これが4つ入ってて 19.9 クロノでした。そうそう、220度のオーブンで10分から12分入れて温めて食べてねっていうパンを、こちらを買いました。私たちこの天然酵母のパン大好きなので、すごく楽しみです。そう、最近はあんまりね、お菓子買わないようにしてるんですけど、友達が今度来るのでそれ用に買ったのが 16.9 クローナでした。こちらの卵が10個で40クローナなので、1つ、4クローナっていう感じです。で、次これね、で、最近私たちがハマってるヘーゼルナッツとかいっぱい入ってて、本当にナッティっていう感じですごい大好きな味で、これが 500g 入ってて 38.9 クローナでした。ひよこ豆のこの水煮みたいなやつが2つでちょっと安くなってて、2つで22クローナになっていたので、これをね、あのフムスにしてパンにつけながら食べたいなと思っています。お会計の前にお菓子コーナーっていうのがあって、いつもそこで買うか買わないか迷って、チョコレートが安くなったら買おうかなって思っちゃって、今回2個買いました。このね、スウェーデンのブランドなんですけど、すっごくミルキーで美味しいチョコレート、本当は1個ずつ 22.5 クローナなんだけど、で、2つ買ったら5クローナ安くなるよっていうので、1つ20クローナでこちらを2つゲットしました。そう、2つ言い忘れてたんですけど、
こちらの何個入ってるんだろうね、10個ぐらい入ってるこちらの洋梨が20クローナで、でこちらの食パンでちょっとヘルシーめな食パンみたいなやつが 1.1 キロ入ってて25クローナでした。今回の買い物の購入品紹介は以上になります。今日は4月28日なんですけど、月末に支払うものを一緒に支払ったり、これ忘れてないっていう確認をしながら2人で払うっていう作業を今からしたいと思います。で先に私の誕生日の予定をね、2人でちょっと決めつつ、そこで泊まるホテルを、ホテル、コテージを予約しました。そのお値段言っちゃうと、一泊で朝ごはん付きで1480クローナです。楽しみ。私は別の銀行でアカウント持ってるんですけど、2人で一緒に作ってる銀行のアカウントがあって、そのファミリーアカウント、それにねお互いにお金を送ってるので、次に月末に払う支払い、車と電気とインターネットとっていうのを全部払っていきます。 We're paying 419 krona for our phones, and that's for both of us. And the electricity bill for last month is 3,766 krona. And then I've already paid for the car, which is 7,483 krona. Either the phones then or the internet, 419 krona. Then it's for this house, which we have broken up into three loans with the same bank.We're paying 2,776 krona, 2,710 krona, and 1,355 krona. But then we also pay for the water and for the garbage collection、from PTO City.、And then we paid 909 krona for that.、So total, I think we're paying close to 20,000 krona a month, probably. It's a lot of money.Somehow we're still going plus. Yeah. But then you can say like our income, like my income is like I get around 26,000 krona a month after taxes, and then you usually get another 20,、around 20 on top of that. So having the rolling like monthly payout of 20,000, it's manageable. We have enough to live on, enough for food and the things we want to do usually. And like this, we save up some money、so we can do DIY upstairs or DIY outside, you know. Yeah. And maybe travel to Japan kind of costs. We are planning to do a big DIY、as soon as we can, get started as soon as we can.、With that DIY, we need to buy some stuff from IKEA.、5月に入って雪が溶けた頃にちょっと IKEA に行って買い物したいなと思ってるんだけど、その自分たちの車に積めない大きな荷物、だから2メートル以上あるすごい大きなものを買いたくて、その牽引車を借りるだけで多分2万円ぐらいするんだよね。自分たちではちょっと持ってくるのは大変だし、お金もかかるということで、今回は大きな商品だけもう先にオーダーしちゃおうと思っています。ホームデリバリーじゃないんですけど、ある地点に持ってきてくれるっていうデリバリー方法が399クロナだったので、トータルコストが 16,939 クロナです。Cool. Wow. So then we're gonna have to store these packages somewhere until we can actually change the wallpaper and stuff. ありがとうございます。 Thank you.Getting the new streaming service, Amazon Prime. Yeah. Because we usually do on off. Now there's a lot of stuff we want to watch on Amazon Prime. Yeah. 今契約してるストリーミングサービスは、ソニーがやってるクランチロールっていうアニメが見れるやつと、あとディズニープラスも見てて、ディズニープラスとネットフリックスはずっと続けてたんだけど、もうネットフリックスちょっと見飽きたなと思って、それを去年からやめてて。HBO と Amazon プライムは時々やるっていう感じで、そうだね、ヨハンは YouTube のプレミアム入ってる？そうだね。私のメンバーシップも入ってくれてるけど私はそれ以外はサブスクはしてないかな。皆さんが毎月サブスクで使っているおすすめのサービスなどがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。そして4月の最終日、
この日はスウェーデン全体で春を迎えるお祝いのイベントをする日なので、そのイベントに参加するため仕事終わりにヨハンと2人で家の近くにある世界遺産までお出かけにやってきました。今年はとにかく雪が多い年だったので、5月になるというのに北スウェーデンにはこんなにも雪が残っています。そしてまずやってきたのは、昔ながらの雰囲気で居心地のいいこちらのカフェ。少し人は多かったんですが、お腹ペコペコだったので並んでケーキをいただくことに。こういったローカルのカフェって値段が書いてないことも多いんですが、後からレシートを見てみたら、こちらの 330ml の缶が420円、ケーキはどれも一律630円で、マフィンなどのペーストリーは590円でした。私はこちらのキャロットケーキとオレオが乗ったチョコレートケーキをゲット。ヨハンもこれにコーヒー450円が追加され、今回のお会計は3350円でした。イエーイ、フィーカしてます。めっちゃ甘い。甘い甘い、もうびっくりするぐらい甘くて、ちょっと今びっくりしてますけど美味しいです。でこれから多分火を焚くやつに行くので、それもね動画でちょっとお見せできたらいいなと思ってます。日本語でバルプルギスの夜という名前のお祭りらしいんですが、スウェーデン全国でこの日一斉に大きなかがり火を焚くという伝統があるんです。めっちゃあったかいです。今日は4月30日で春になったお祝いをしに来ました。すごい、結構近い。ちなみにこれを撮ったのは夜の8時過ぎ。この日の日の入りは9時半で、夜の10時過ぎまで明るかったりするので、こんなに寒いけど白夜が近づいてきてるなと感じた一日になりました。皆さんおはようございます。今日は5月1日です。昨日4月30日は春のお祝いでルレオに行っていて、そこでたらふくケーキを食べたので本当にお腹いっぱいで、夜ご飯は抜きでした。そして今日月初なんですが、私は毎月月初になるとやることがありまして、それは税金のお支払いです。動画でも何回もお話ししているんですが、私はスウェーデンでフリーランス登録、個人事業主として登録をしているので、 YouTube だったりクライアントさんからもらうその収益から自分でそのタックスを払うっていう作業をしなくちゃいけないです。北欧でフリーランスって多分皆さんにとってはあんまり関係ないかなとは思うんですが、いつか1週間の私の仕事スケジュールを追うみたいな密着動画を作るのもありかなと思っています。聞いてみたいこととか疑問に思っていることあったら、ぜひコメント欄にお待ちしています。多分日本もスウェーデンも同じなんですけど、フリーランスって確定申告必ずしなきゃいけないので、1年終わってちゃんと税金を払うっていうのはするんですけど、実際にビジネス1年間する中でも予想しながら税金を払い続けているっていうのがあって、2022年と2023年はだいたい1200クローナとか1300クローナを税金として予想で払っていたんですけど、2024年が YouTube すごく伸びていて、今年1年間もらう収益の予想をこう修正したので、税金も60万か70万ぐらいプラスで払うようになったので、それで今月は7743クローナ払うっていうことになっています。それ以外には消費税の精算っていうのを3ヶ月ごとにしているので、1月2月3月分が4月に申告して、4月5月6月分を7月に申告するっていう感じなので、今日は特に何もすることがありません。よくニュースとかでその行政機関の人気ランキングみたいなのが出てくるんですけど、この税務署っていうのがスウェーデンではすごく信頼されていて、ものすごく私たちに協力的だし、いろいろなことを発信してくれている、透明性の高い行政機関というふうに言われています。実際に私もこのスカットバルケットっていう行政機関めちゃくちゃお世話になっていて、わからないことがあったらもちろんメールとか電話でも聞くことができるし、ビジネスをするにあたってみんなが疑問に思っていることを結構ウェブセミナーで定期的に
そういう勉強会をしてくれるので、確定申告とか消費税の申告とかなんかもう全て難しいなと最初は思ってたんですけど、そういったウェブセミナーとか本当に親身になってくれる担当者の方のおかげで申告漏れがないようにしっかり私もやりたいなと思って、それで1日になったらそれをするっていう作業をしています。支払いが終わったのでこれから朝ごはんを食べて、そしてお出かけの準備したいと思います。スウェーデンでは5月1日はメーデーの祝日、ほとんどのお店は閉まっていたんですが、お天気も良くてせっかくのお休みだったのでヨハンと一緒に街までランチにやってきました。そして到着したのがこちらのレストラン。皆さんはこのレストラン何屋さんに見えますか？じゃーん、今日は2人でランチに来ました。正解はアジアのストリートフードがいただけるお店。北スウェーデンって田舎なので、こういった多国籍料理がいただけるお店って実は少ないのですごく楽しみです。そしてランチの合計が2人で4540円、その内訳はこちらの焼肉定食が2090円、私が頼んだランチセットがバオという台湾発祥の屋台フードとタコの唐揚げで1750円、飲み物がそれぞれ350円でした。すごい、食べて食べて、美味しいと思う、うん、これも美味しそう。いただきます。え？この黒い蒸しパンももちもちで美味しくて、それに揚げたてのエビカツとキュウリとネギにピリ辛なシラチャーマヨネーズがかかっていたのでとっても美味しかったです。タコの唐揚げ、そのタコ、うまっ。じゃあ引き続き食べていきたいと思います。しかもここはお店の内装がちょっと変わってて、そこら中に変な日本語が書いてあったり、これとか昔の広告なのか映画のポスターなのか、本当みたいな嘘みたいな異世界に入り込んだような気分になれるちょっと変わった空間でした。1週間の生活費 Vlog 5日目と6日目は日本人のお友達が南スウェーデンから遊びに来てくれました。ストックホルムみたいにたくさん見る場所ってないんですが、近くの街までドライブをしたり、家から持ってきたホットココアやお菓子を広げてピクニックをしたり、お天気が良かったので自然を満喫することができて本当に良かったなと思います。ということで観光にかかったお金は0円、街にやってきたついでに朝ごはんや夜ごはん、スナックなどもいろいろ買い足したので、その値段が1万3200円でした。今日で最終日になりました。雪かきをしてもらっている会社、Is it company? Yes, private company. そうそう、会社、地元の会社にお支払いする額の請求書が来たので、これも2人の共通 の, 銀行口座からお支払いします。今年の冬、2023年と2024年をまたがった冬は30回雪かきをしてもらいました。1回につき192クローナかかるんですが、5670クローナで消費税が 25% かかるのでプラス1440クローナで、トータルが7200クローナです。で、それでその半分はその税金控除を受けられるので、その半分の額3600クローナを今日今からお支払いしたいと思います。 It's a little bit expensive, I think 3600, but then again we have had snow for6 months now. So it's half of the year that we need this service. For that, I think that this cost is still, it's kind of okay. なので、まあ、半年間雪に囲まれた生活をしていて、半年の間いつでも雪が降るっていう状態なので、まあ、それを毎月のコストに考えると1ヶ月だと600クローナなので、日本円に換算すると8400円になります。高いけど、でも本当にしょうがないというか、まあ、これが現実という感じです。
ということで1週間の生活費をバーッとお見せしてきたんですが、日本でも都心に住んでいたり田舎に住んでいたり、あと海外にお住まいの方もいらっしゃると思うので、よかったら皆さんのお金事情とか物価の感覚の違いみたいなところを教えていただけると嬉しいです。それでは今回の検証結果を発表したいと思います。自分でもちょっとびっくりしたのが固定費です。固定費がですね、トータルで28万円だったんですが、その内訳として車のリース保険料が10万円ちょっと、そして電気代、うちはスウェーデンハウスでオール電化で、かつ車のチャージもしているので、1年間を平均、12ヶ月で平均して割ると3万9000円、そして家のローンとして払っているのが9万5000円、そして市にお支払いするゴミの収集料というのが毎月1万円、そして水道代は変わるんですが大体3000円ぐらい、インターネット代が5900円で、スマホの料金プランが2人分で6900円、ヨハンと私でいろいろサブスクしているものがあるので、そのサブスク料を含めると2700円、そして最後に愛犬にかかるお金なんですが、ドッグフードが毎月8700円、そして保険料が7000円です。それを合計で全部足すと、だいたい28万円かかる計算になりました。これに変動する食費だったり、今回の雪かきの請求みたいな季節にかかるコストっていうのだったり、あとは DIY とか旅行するときにこう特別にかかってくる出費っていうのがあるので、毎月の支出があんまり安定しないときもあるんですが、でも最低で私たち2人プラス愛犬2匹、この4人家族って考えると、最低でも1ヶ月にかかる生活費は35万円ぐらいになるかなと思います。ちなみに今回は本当にいろいろなもの DIY だったり、あとコテージを予約したりいろいろしたので、1週間で支払った請求書とか商品の額が合わせて50万円ぐらいになりました。そして動画の中でヨハンの手取りが36万円、そして私が28万円っていうお話をしてたんですが、私の場合は YouTube からの収益っていうのが主な収入源なので、そうすると毎月の変動がもうすごいので、それでもう何万円っていうのはちょっと正確にはお伝えできないんですが、ヨハンの月給の額面が50万円いかないくらいで、そこから税金とかを除いた36万円から7万円ぐらいが毎月安定して振り込まれるわけなんですが、仮に私の収入がゼロであったとしても一応大丈夫という結果になりました。私が YouTube にこうやって全力で取り組めているのも、ヨハンの安定した収入があるおかげなので、これからも2人で支え合っていて、私ももっとより多くの皆さんに動画が届けられるように頑張りたいなと思います。ということで今週の動画、新しいチャレンジだったんですが、もしこの動画面白いなと思っていただけたら、チャンネル登録やコメントをお待ちしています。それではまた来週皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。ヘイドー。これから DIY プロジェクトが始まります。